こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ギフト。ありがとう。こんばんは。やっほー。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。なんか今日あんまり暑くない？なんか寒いかもしれない寒いかも。クーラー寒い。つけちゃったけど寒い。こんばんは。9月8日休み取れたんで特価一部取りました。わあ、ありがとう。9月7日がね、あとほんとちょっとだったよ。あと本当に数枚でした。お待ちしてます。次いつ幕張来れるかわかんないからね、ちょっと待ってます。こんばんは。ギフトありがとう。ありがとうございます。こんばんは。ありがとう。ギフト。こんばんは。こんばんは。そう、今日はね、そうオンライン特典会のねサインじゃないや、メッセージを書いてました。あと半分です。あと半分まで来たあと半分。こんばんは。なんかほんとさ、なんか、まあ、もちろん締め切りには間に合うんだけどさ、いつもなんか計画性のなさがこういうところで出ちゃうよね私もともとすごい計画性ある方だと思ってたんですけど、そうでもないんだよね。なんか最近みんなに言われる、意外とないよねメンバーに。そう、意外となんかありそうでないよねみたいな。なんか遅刻とかはしないけど、なんか提出物とかそういうところはなんか遅いみたいな。遅いって言われるそうだから集合時間、なんか仕事系、お仕事で例えば集合何時とか、そう
あるとお仕事は間に合うんだけど、間に合わせるんだけど、例えば誰かと遊ぶとかだったらごめん数分遅れるみたいな、本当にでもそれでも私が数分遅れても私と遊ぶメンバーは大体遅れてくるから、私が一番最初に着くんだよね結局結局私の方が、私が待ってるみたいな感じになる。こんばんは。そうどんどんなんかね、そうそうなの。ありがとうギフトとか、なんかお仕事でさ、例えばなんかアンケートを出さなきゃいけないとかさ、なんだっけ、アンケート出すとか、なんか写真提出とかも結構ギリギリタイプ結構なんか本当にギリギリタイプな、なんかすぐ出す時もあるんだけど、そう大体後ででいいやと思っちゃうんだよね。それが良くないですよね本当。私のこういうところはあんまり良くないところ、直していかないとと思うんだけど、なかなか直らない。こんばんは、ありがとうギフト、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは。好きな食べ物最後まで撮っておく、うん撮ってる、絶対撮る、撮りますね。なんか自分の取り分がある時はもちろん残すんだけど、例えばなんか家族とか、私のお家は大きいお皿にドンって乗ってるスタイルだから、自分で取っていくスタイルなのね。だからともう補充してる、いつも取られないようになんか例えばお刺身とか、夜ご飯でお刺身食べるってなったら、もうあらかじめ最初から取ります、自分が食べたいやついっぱい取る。ことが多いですね。はい、ちゃんと確保してるし、例えばなんかお家で焼肉とかしても、そう絶対このお肉食べたいみたいなさあるじゃん、なんかビジュアル的に、そういうのも積極的に焼くよね普段別に焼肉屋さん行っても焼かない人だけど、そういう時だけはそう焼きます、自分で自分で焼きます。狙ってるこんばんは。そう、でも残す派ですよ。でなんか私がすごい嫌だった思い出があるんだけど、なんか私食べるのがめっちゃ遅くて、でも最近結構早食いになっちゃったんだけど、なんか本当に遅くて結構なんかもう呆れられるレベルで遅いんですけど、小学校1年生の時になんか給食でハンバーグが出たのね。そうでハンバーグ好きだったから、その時、いや今も好きだけど、すっごいほんと一口も食べずに残してたの、最後の最後まで。したらもう石黒さん遅すぎますみたいな、怒られて捨てられたっていうのがすごい嫌だった思い出。今でもその先生のこと嫌い今でも嫌い、すごく嫌だった。そうなんか捨てられた、そうもう食べろとかじゃないの、そうもうダメですって言われて、もう掃除の時間になるからいけませんみたいな。そうひどくないですかっていう思い出です。そう今でも名前覚えてるから今でも名前覚えてるから本当に。こんばんは。
今日も可愛い、嬉しい、ありがとう。今日はなんかむくんでますね。寝ちゃったからいっぱい。今でも認知もらえてる先生うらやましい。そういう捉え方ができるのか、なんかポジティブで素敵だね。その先生劇場見に来たらどうする？え、絶対私のこと知らないと思うよ、今 SKE だってこと。小学生からじゃないからさ、中学生からだから、小学校の先生は知らないと思う、さすがに。さすがに知ってたら、え、誰から聞いてるってなっちゃうかもしれない。でも中学校の先生はずっと見に行きたいって言ってくれてるんだけど、私が何も言わないから見に来れてない。私が何も言わないから見に来る感じがないですね。こんばんは。怪我させられた19歳覚えてるし記憶力やった。なんかほんとさ、そういうところでなんか忘れないのちょっと性格悪くない？今でも覚えてる。私すごい足引きずりながら遠足で水族館行ったのも覚えてるんだから、本当に忘れないよ。怖い怖い。こんばんは。ありがとう、ギフト。ありがとう。今日はね、桃を食べました。そういえば。なんか何年ぶりってぐらいの桃を食べた。あんまりなんか好きじゃなかったんだけど、食べた。うん、あんまり好きじゃない。うん、でもなんか、一個でいいや、みたいな。苦手だから、一個でいいよ、みたいな。ほんとこれぐらいの一個でいいって言ってたんだけど、結局二個食べてた。美味しくて。そうでも桃は苦手なんだよねみたいな、桃あんま好きじゃないわみたいな言ったら、贅沢な子やねみたいな言われて、でもなんかお父さんになんか桃子とかみたいな名前じゃなくてよかったねみたいな言われた。そう、桃子とかじゃなくてよかったねって、なんか好きななんか苦手な食べ物とかが名前に入ってなくてよかったじゃんって言われました。どういうなんか。そうよかったねって言われたけど、そうでも一応名前決めてるのは両親なわけじゃんね。そう、桃入ってなくてよかったねって、なんか謎のアドバイスいただきました。ありがとう、ギフト、ありがとう。ちなみにお父さんはなんかあずさって名前を付けたかったらしい。初めて今日聞いたけど。そう、なんでゆずきって名前なのって聞いたところから、あ、まあそうだった、確かそうだったねみたいな話になって、そうでも俺はあずさが良かったみたいな言ってた。そう、なんでって聞いたら、いやなんか並びが並びなんか字の並びが好きみたいな言ってたけど、あずさが良かったらしい。あずさ可愛いよね。同級生にいたな。そう、初めて知った今日。さらっとなんか言われました。あずさが良かったらしい。ありがとう、ギフト。ありがとうございます。ありがとう。あずさ顔に見えてきました。いや、ゆずきなんですけど。ゆずきなんですけど、
何個か候補あったんだね。うん、あったらしいよ。けどゆずきにしなさいって言われたらしい。なんかそのお寺みたいな人に、いやゆずきがいいって言われた。でもなんかゆずは、ゆずはとか、だからゆずなんたらが候補に上がってたって聞いた。でゆずがつ、ゆずっていう単語を入れたかったって言ってました。こんばんは。ゆずはあれです、ママがアーティストのゆずさんが好きだから。けどついてんてんそう、アーティストのゆずのお二人が好きだったからゆずってつけたかったけど、なぜか、なんでだろう、ついてんてんなのはわかんないけど、そうだからゆず、ゆずきなんです。マジマジだぜ。いや、なんか名前の由来とかって面白いよね。いいよね。そう、その柚月なんだよ。最終的に神社の方に決めてもらった。あるよね、なんかそういうの。私もそれだったらしいけど、確かになんで友達と月って書いてゆずきなんだろう。なんかあんまいなくない、でもこのこのゆずきで、この友達の月でゆずきってあんまいなくない。あー、画数ね。でも画数なんかいい、いい、いいらしいね。ゆずも優しいに月かさ、ゆずきさんのか、なんか食べ物のゆず、奇変のやつに、まあ、月、あゆず、あ希望の木か、そのあれだとあんまいないよね、友達に月でゆずき。まあ、読めなくもないかもしれないけど、一発で読めるんかな。でもあんまりなんかね、そう、これなんて読むんですかって結構言われるんだよね。文字変換一発は難しいかな。あ、でも私はもう、私のキーボードは打ちすぎて出てくるけど、出てこないんじゃない、さすがに。さすがに出てこなそう。え、出てくるのかな。ゆずきならいた。私もなんかさ、同級生にゆずきちゃんいるんだけどさ、でも一回も同じクラスになったことないので、小学校、中学校同じの子なんだけどさ、なんか一回も通ったことないのね。名前が同じだからかなって思ってた、ずっと。本当は知らない、本当かどうか知らないけど、そう、一回もないの。そう、一回もないけど同じ名前の子がいる。その子はどういう字だったんだろう、全然覚えてないな。
心の前自動変換で絶対出ない。でもあんまなんかで逆に出る人の方が少なそうな気がするけど、そうでもないか。こんばんは。なんかあんま顔日焼けした感じしないけど、腕はめっちゃなんか黒くない？そうでもないか。なんか腕めっちゃ黒く感じるんだけど、やだな。日傘差してるのに、やっぱ日傘だけじゃ意味ないよね。意味ないっていうか、あんまあれだよね、効果なさそう。こんばんは。日焼け止め好きじゃないの？塗ってない、塗ってない。ベタベタするやん。塗ってないです。今年は意外と引きこもってない。引きこもってないかな。意外と、そうね、意外と引きこもってないかもしれん。本当は引きこもってたいんだけどね。あ、でもそう、パーカー着てる。ちゃんとちゃんとパーカー着てます。パーカー着て過ごしてる。外出るときパーカー着て、帽子かぶって、マスク。その夏めっちゃ引きこもってる。いや、私も引きこもる予定だったよ引きこもる予定だったけど、なんか外にいる。割と外にいますね。でも結構なんか家族と過ごしてるかも今年は。いいことですね。あんまなんか家族が揃わないんだよね、意外と。そう、私が休みの時はなんか妹がいないとかさ、誰かがいないみたいな感じなんだけど、私は意外とね、そうそうそう、家族といました。こんばんは。やっほー、こんばんは。ありがとう、ありがとう、ギフトびっくりしちゃった。急にタコが出てきた。ありがとう。家族仲いいの素敵。素敵。全然一緒に朝ごはん食べに行っちゃったりするよ全然朝ごはん食べに外出て、朝ごはん一緒に食べに行くし、スーパーとか一緒に行っちゃうよね。家族旅行、家族旅行ね、行
かない、行かないっていうか行けないよね。なんかさ全然さ、そう、私との予定が合わないからね。反抗期とかあったの？反抗期あったんじゃない？でもあんまり覚えてないんだよね。いやでも思い出したくもないけどな。あったのかな、反抗期か、むずい。でもなんかさすがになんかそんなひどくはないんじゃないかな。多分。でも覚えてないってことはさ、あんましてないってことかな。でババアとかは言ったことないよさすがに。そう、その辺は言ったことないけど、でもなんかすごいやたらと、なんだろう、あのなんて言うんだろうな、この活動に対してあこうしてみたらとか、これやった方がいいんじゃないとかって言われるの嫌だった時期はあるかな。今は別にあそういう考え方もあるんだっていう考えができるけど、その時はえみたいな、 なんでみたいな。そう、なんでみたいな、そうそうそう、の時はあったかも。作ったご飯食べないとか、いや全然食べさせてくださいって感じだったけど、作ったご飯は全然食べたかったな。いやご飯は食べたいでしょ、お腹すくやん、だってお腹すくやん、食べたいやん、ご飯は全然食べたい。でもなんか一緒に出かけたくないとかはなかったかもな、全然。そう、一緒に出かけるの嫌だとかさ、なんか一緒に何かしたくないとかっていうのはさすがになかったですね。はい、インサイドヘッド見てきたからその話タイムリー。インサイドヘッドめっちゃ見たくて、今インサイドヘッド1の方を見ようか迷ってるんだけど、なんかすごい大人の層に人気ってニュースでやってて、ニュースかなんか情報番組でやってて、めっちゃ気になってる。インサイドヘッド見たい、感動して泣いた。私映画で泣いたことないんだけど泣けると思う？それでも私もなんか見たいんだよね、インサイドヘッド見たいな。私もなんか大号泣したい大号泣したくてするもんじゃないよね、映画なんか泣くってね。でも見たいんだよな、インサイドヘッド。本当に見たい映画が多すぎて困る。キングダム見た、キングダム見ました。キングダム見たよ、あのね公開された次の日にレイトショーで見た。それもでも家族と見に行きました。あ、お父さんいなかったけど、ママと妹と見たよ。キングダムは結構でも割ともう一歩で泣きそうだったかなどういう感想？そんな感想いらないよね。もう一歩で泣きそうだったとか、なんかだったら泣きなさいよって感じですよね。もう一歩で泣きそうだった。そう、ちょっと危なかったです。でもそう、結構ここまで来てるかなぐらいだったけど大丈夫でした。泣ける映画なんや。うん泣ける映画。でも私アニメは見てないから、キングダム映画しか見てないんだけど、そう、でも素敵でした素敵でしただけでもなんか感情薄いって感じですよね。なんかもう一回見たいです、映画館で。もう一回見たいですね。
そうアニメ見たいんだけどさ、長いからちょっと気が引けちゃって見てない。年末に見たあの花、ああそれも結構ここまで来てた。え本当にマジで結構あの花が作曲家で君とまた出会えたらだっけ、結構本当にキングダムよりもちょっともう本当この辺だった。危なかったです。危なかった。本当に結構マジでギリギリ、マジで本当ここまで来てたけど耐えたって感じです。あれももう一回見たいですね。あれでも今サブスク来てるよね、あの花が咲く丘で見たい。見たい。でも家にね小説もあるんだよね。小説もなんか小説とか読むの時間かかりそうだけど見たいな。タイタニックでは泣かなかったの。タイタニックは泣いてないですね。タイタニックもあーあーって感じだった。初めて見たからかな。うん、タイタニックもタイタニックはちょっと申し訳ないんだけど、ちょっとうとうとしながら見てた部分もあるから、もう一回見たいです。もう一回見たい映画が多すぎますね。ちょっとそう長かったしね、タイタニック。普段の私生活で全く泣かないから映画とかでめっちゃ泣いちゃう。あーでも確かにそういうのはあるか。確かにな。花束みたいな恋はした、見た、見たけどよく分かんなかったですね。え見たよ見たよ。あれなんだっけ、花束みたいな恋はしたってさ誰でしたっけ、有村架純さんとかのやつ、多分映画館で見てる気がするけど、なんか私にはまだ早かった。なんか感情を理解するのにちょっと時間かかっちゃいましたね。ちょっと難しかった、まだその時の私には早かった気がする。でも見たよちゃんと。でも泣いた映画はマジで本当にあるかな。なんかさ映画とかでは泣けないんだよね。なんかもらい泣きみたいなことはよくあるんだけど、なんか映画でもなんか二十歳とかちょっと大人になるとさ涙腺が緩くなるって言うじゃない。だからさね、そういうことですよね。バイオレット・エヴァーガーデン、え、アニメですか、それ。アニメ見ないよな。一宮の泉ちゃんで泣けなかった。違う、あれは泉ちゃんがなんかずっと泣きそうって私に訴えてて、いや泣けばいいじゃんみたいな私はずっと言ってたのね。そう泣きたかったら泣きなよって言ってたんだけど、いや我慢するってずっと言ってて、その最後のさ感想を言うタイミングでね、そう、いやずっと泣きそうって言ってて、私はなんか別にその人前で泣くことに対して悪いとかっていうのは思ってないから、なんか勝手にもう出てくるものじゃんそういう時って、我慢しようとしても、だからいいんじゃないって言ってたんだけど、我慢するって言ってたけど泣きながら言ってたよね。私はでも終わってほしくなくて泣いちゃいました、ライブが。で
プラス前のめりってすごくいい曲じゃないですか。まあ、しかもフルサイズでやって、そうだからそれで泣きそうになったんだけど、なんか新芽があのルーちゃんだったのね、前のめりので、ルーちゃんもなんか多分きっと私と同じような顔をしてて、それで泣いちゃいました。最近泣いたのはそれですかね。それが最後かな。こんばんは。ありがとう、ギフトありがとうございます。この間の青がうるってきた。青がですか。青がはなんか毎回私約束で結構来ちゃうんだよね。でも泣きはしないんだけど、そういつもでも本当に結構危ないの。そう結構本当に危ない、もうやばいやばいやばいみたいなところまで来るんだけど、なんか転石で引っ込むんだよね、すぐに。転がる石になるで引っ込んでしまう、涙が。こんばんは。ゆずぽ泣かせたら大したもんですね。いやそうだね、確かに。やだなんか。すごい泣かないやつみたいになってるやん、やだ。なんか私も泣くときは泣くんだろうけど、あんま出てこないんだよね。そういうところでも感情が表に出ないのね。そうみたい。別に何も考えてないわけじゃないんだけどね、その多分他の人よりもちょっとそういうところがあんまりなのかもしれない。久しぶりに見に行った。本当だ、久しぶりに見た名前、ありがとう。お手紙受け取ったよ、そういえば。てか昨日そう、あの久しぶりの劇場だったからお手紙たくさん来てました。受け取りました、無事に。ありがとうございます。こんばんは。そうお手紙ね、そうお手紙はいただいたらすぐ読むんですけど、そうお家に着くまでにね読みます、毎回。今日も50分まで、うん50分までやる。
なんかこう右目だけちょっとなんかいつもと違う感じがする。特定の歌聞いたり歌うと泣けるとかないですか？ないですね。あ、でも歌系なら、なんだっけな、あ、そうだ、日プ、あのオーディション番組見てて、オーディション番組で歌ってた中の、あの安室奈美恵さんのヒーローを歌ってた4人組の子たちがいるんですけど、それお風呂で聴いてて、わあ素敵って思って泣きそうでした。泣きそうでした。良すぎて。そう、泣いてはないけど結構来てました。そう、結構あのここぐらいでした。それぐらいヒーロー良かったですね。ファーストラブは違う、ファーストラブはね、あの推しメンがいるから、ただただ可愛いって感情だけで見てたので、あの泣きとかじゃなくて可愛すぎて泣きそうのそっちの方はあったけど、そう、もう歌上手、可愛い、もう無理みたいな、そっちの感情で泣きそうだったです。泣きそうでした。感動の泣きじゃなくて、可愛すぎて涙出てくるみたいなあるじゃん、そういう方。そう、そういうやつです。よくあるじゃないですか、可愛すぎて泣きそうみたいな感情が。そう、そっちの泣きそうでしたね。ありがとう、ギフトありがとうございます。初めてのお使いとかでいきなり泣けてきたりすると聞きます。初めてのお使いか、初めてのお使い見たいな。初めてのお使いいいね。初めてのお使いやばい。見たいな、初めてのお使い。でも初めてのお使いはさ、なんかさ、もうさ、子供目線のさあれでも見ちゃうかもだけどさ、例えばなんかさ、その親御さんとかがさ、もしさ結構若めのさ親御さんとかでさ、ワンちゃん同世代じゃないって思ってきちゃいそうで嫌なんだけど、さすがにまだ大丈夫？ちょっとなんか若いお母さんとかが出てきたらさあ、みたいになっちゃいそうじゃない？もう同世代で子供がいるみたいな、ならないかな？大丈夫？考えすぎ？大丈夫かな？そっちが心配なんだけど。まだ大丈夫？でももうさ、割とさ、ね、割とあれじゃない？でも時間の問題じゃない？結構時間の問題な気がするんだけど、大丈夫かな。同級生の結婚ラッシュで考えさせられることはある。
結婚ラッシュとかってやっぱあるんだ。何歳ぐらいであるんですか？ 20代は早いか。早くない？今の時代は早くない？どれぐらいなんだろう。なんかでも何回か来るって言うよね、結婚ラッシュみたいな。やだ、なんか結婚ラッシュとかやだな。20代後半。ああなるほどね。うわー、25超えると第一波が来る。やだ、なんかすごいやだな。いやでも大丈夫、私それぐらいのお友達いないからそうね、結婚式にお呼ばれするぐらいのお友達いる記憶ありません。大丈夫です、きっと大丈夫でしょうフ大丈夫です。いや、きっと呼ばれるぐらいの友達いないそう、友達がいないから大丈夫だと思いたいですね。あ、メンバーの結婚式か。わあ、いいね、メンバーの結婚式素敵やん素敵やん。私最後にでも行った結婚式、いとこの結婚式なんだけど、めっちゃ素敵だっためっちゃ素敵だった結婚式そう、いとこの結婚式が最後。妹ちゃんが結婚するとか言ったらどうする？早いてって言うと思いますいやできるのって言っちゃう気がする。妹早い早いって言っちゃうかも。いやさすがになんかめっちゃ早かったらちょっと考えた方がいいんじゃないって言っちゃうかもしれないですね。勢いではやめてほしいな。さすがに今の時代勢いで結婚することってあんまなさそうだけどそう、早いってって言っちゃうかもしれない。いやまだ多分大丈夫でしょ、さすがにちゃんと相手見極めてあげる。あ、私が見極めていいの私が見極める役していいんですか。無理そう、やばいいろんな大人見てきたから。いや意外とねこの目で見てきてますから割とね見てきてますから。そんなお話してたら51分やないかい。終わりますね、そろそろ。ありがとう、みんな。おやすみなさい。また明日。またね。おやすみ。ありがとうございました。バイバイ。おやすみ。またね。